ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回からこの松江行こうよ動物の森をやっていきたいと思います。これは Wii のやつかな。は、静江さんじゃない。いや、お待たせ。新入りさんが来るって聞いたから迎えに来たよ。一人暮らしってさ、いいもんだよね。誰にも何にも言われずに自由気ままに暮らせるんだもん。新しい土地、新しいお家、新しい友達、何もかもが新鮮で素敵な出会いもたくさんで最高じゃん。それはそうと、君自身はどうなの？君も新しい自分で一からスタートって気分？なんなら任天堂 DS のおいでよ動物の森からお引っ越しするってのもありだけど、一応ここは新しい自分で行こうね。なんかそっちの方が良さげじゃない？これでいいんかな。なるほどね。せっかくの新しい暮らしたもん、どうせなら真っ白な気持ちで始めるのがいいかもね。しかおいでよももう誰がおるんかよくわからんしな。おっと、そうこうしてるうちに時間が来ちゃったみたい。それじゃあそろそろ出発しよう。お、カッペイさん。あ、かわいい。あの前にフィギュアがちゃんと。ふぅ、どうにか間に合ったね。あ、どうも。とにかくバスに乗らないことにはお引越しも始まらないもんね。カッペイさん、バスの運転手なんか。お前タクシーじゃなかった？ 3DS のやつ。あ、ねえねえ、そういえばさっきからひらがなで喋ってるけど、このままひらがなに喋ってもいい？もしかして漢字も混ぜた方がいいかな？え、漢字も混ぜてくれたらいいかな。なんだ、そっか。変に気を使うんじゃなかったね。じゃあこれから遠慮なく漢字を使わせてもらおうっと。あ、でも変えたくなったらまた今度言ってくれればいつでも変えるからね。見知らぬ猫はいつでも現れるわけじゃないよね、別に。ところで今って2014年4月25日の午後1時49分で合ってる？全然違うけど。全然違うけど。え？違うの？ちょっと教えてくれる？私めっちゃ過去におることになるよね。はい。じゃ、これで OK。午前10時よろしいです。2019年8月29日午前10時0分と。間違いない？バッチリ。ありがとう。俺の時計すぐ狂っちゃうんだよね。狂いすぎやろ。5年間も狂っちゃったよ。それで、あ、そういえばまだ名前聞いてなかったよね。よかったら名前教えてくれる？アイナさんか。なかなかいい名前だね。かわいいでしょ。かっこいいだろは違うかな。かわいい。女の子っぽくて君にぴったりだと思うよ。そうでしょ。それでアイナさん、君が引っ越す村はなんていうところなの？アイナ村だって？そうです。そっか、アイナ村なんだ。あそこいいとこだもんね。君も今から楽しみなんじゃない？楽しみ。だよね。わかるわかる。それで住むお家はもう決まってるの？これから探すよ。ああ、それはちょうどいいね。最近アイナ村って新しいお家が増えてるって噂らしい。君もお家を探してるならお金はそれなりに持ってるんでしょ？え、そんなに持ってないかな。え、そうなの？まあ大丈夫だよ。とりあえず困った時は役場に行けば何とかしてもらえるはず。ほら、ちょっとこれ見てみてよ。ん？アヤナ村の地図。とりあえずここが役場ってこと。アヤナ村の地図あげるからさ、村に着いたらまずはこれを頼りに役場に行ってみなよ。まもなく、アヤナ村、アヤナ村。あ、ほら、もうすぐアヤナ村に着くみたい。なんでアヤナ村の地図を持ってるの？ほんじゃま、機会があったらまた会おうね。なぜアヤナ村に行くことを知っていたの？ほな、見て。あの、フロントのところ？フロントガラスのところ？なんか置いてあった、カッペイさんのフィギュアさ、あれ 3DS の飛び盛りでもらえるやつよね。まずは役場だよ。バイバイ。てか席少な。一番後ろが3人乗れるとして、7人ぐらい？地図を開くには Wii リモコンを画面に向けて出てくるメニューのホームボタンを選んで A を押します。どれって？あ、これ？これが地図。あ、このメンバーがいるわけですね。私の村に。私の村っていうか、私が住む村に。タンタンはあれやろ？
パンダやろ？ミランダは、どれだろうか。アデレード。アデレード？コアラ？タモツ？ゴリラ？バヤシコフ？馬？ダルマン？ペンギン？ちょっと誰が誰だかよくわからないけど、とりあえず。このページはこれで閉じるんか。ほうほう。で、キャラクターは？あ、スティックで動かすと。ああ、なんかすごい。なんかすごい。新鮮なんだけど。いつまでメニュー画面出してんだって。ん？これは？土の下にはロマンが眠る。そこら中を掘り返し、君だけにロマンを探そう。あ、要はこういうところに、いつも通り、埴輪が埋まってるという、そういうことですね。あ、なんかこういうのいいね。虫取りの秘訣、そーっと近づこう。急に動くと逃げられる。こういうなんか案内看板が。街へのお出かけはバスで。関所前バス乗り場より、毎日運行してます。さっきの関所なんやね。ここは？ここが家？あ、てかそっか、役場に行かんといかんねやっけ、まずは。フルーツ買い取ります。オレンジ100ベル。それ以外500ベルだらも、さぬき商店。なんでオレンジの扱いだけ低いの、そんな。てか、結構高いね。待って。あれだよ。役所は一体どこにあるんだっけ？もうちょっと。あ、出して。はい、地図。役場どれ？施設。役場。あ、あれか。右下の方にあるんやね。オッケー。カーソルがなかなか。はい。右下の方に役場が。役場。とりあえず今アイテム何も持ってないけんね。虫取りとかもできんけん。たぬき商店たぬき商店ちっちゃいたぬき商店がある。なんか地形が面白いな。え？行き止まり。ねえ、なんか地形2段になっとるよ。すげえ。こういう感じね。海辺とかじゃないよね。え？役場へは、どう行けば？もしかして役場めっちゃ遠い？え、下？役場、どこ？これや。え、違う。これは、エイブルシスターズ。エイブルシスターズ、あれか、村の中にあるのか。しか商店街とかじゃないんやね。あ、これか、役場。あったー。これですね、役場。よし。あ、え、役場だよね。あ、ことぶきさんによる。そっか。あれや、しずえさんがおらんねや。どうも。あら、お引っ越しされてきたえなさんですね。ようこそあいな村へ。私はこの役場の窓口をしているペリコと申します。さて、それでは早速ですが、あなたが住む家についてご案内しますね。今あいな村には空き家が4つあります。すでに4つの空き家が。広さや格は同じですが、周りの環境や屋根の色、内装なんかが違っているので、好きなお家を選んでください。ちなみにそれぞれの家の場所はこちらになります。でも全部同じような屋根じゃなかった？なんか今のところ赤い屋根しか見てない気がするけど気のせいかな。どうしよう。でもみんなが集まっとるところに住んだ方がいいかな。なんとなく。だってなんか離れたところに住んでるって寂しくない？みんなめっちゃ密集しとるやん。じゃあ、ちょっと待って。ほ。カーソル。どっちがいいかな？こっちの方がいい感じ？ほ。今からすぐにお部屋の鍵を開けるように手配しますので、まずは地図を見ながらご自分で好きなお家を見に行ってみてください。おそらく現地へ行けば、オーナーのたぬきちさんがいらっしゃると思います。その後のことは直接たぬきちさんと話し合ってくださいね。地図の開き方はもうお分かりですか？バッチリ。よかった。では行ってらっしゃいませ。そっか、オーナーはもうすでにたぬきちなのか。
ただのたぬき商店の店長ではないの。あ、どうも君がタンタンかい？あれ、あんたもしかして最近引っ越してきた人？はじめまして、あたいタンタン。こう見えてあたいかなりのお世話好きだし、ガンガン頼ってね。わお。ちょっとなんか増田岡田の岡田っぽさが。これタンタンの家ってことかな。林子府だった。え、家可愛いんだけどめっちゃ。ね、めっちゃ家可愛いんだけど。あ、ここが。ってことはここと、で、もう一軒こっちの方にあったよね。あ、なるほど、これか。あ、どうも、君は誰？ミランダ、なるほど。あら、あなた見かけない顔ね。そういえば新しい人が引っ越してくるって聞いたような気もするわ。私はミランダ。よろしくね、何さ。何さ。何さと言われましても何でもないよ。どうしよっかなー。こっちがいいか、こっちがいいか、こっちにしよっかな。周りの木めっちゃ邪魔やけど、まあ、それは斧で壊せば、いっか。いっか。じゃ、ここにします、私。ん？たぬきちは？いないんだけど。いないんだけど。うわぁ、びっくりした、いた。どうもどうも。あなたがアイナさんだもん。大噂は金金伺ってるだろもん。アイナ村へようこそ。僕はこの村でお店をやってるたぬきちって言うんだもん。これからごひいきにしてたらもん。で、どうだった？このお家。気に入ってくれたらもん。いいね。よかったよかった。じゃあこのお家をお買い上げになるだもん。買っちゃいます。はい、決まり。今からそのお家はアイナさんのものだもん。お部屋にあったラジカセやなんかは引っ越し祝いにサービスしたらもん。売れ残りだけど。ほんね。あと、アイナさん。2階の屋根裏部屋も見てくれたらだもん。見てない。アイナ村で遊ぶのを終わりにするときは、必ず屋根裏部屋ベッドでお休みするんだもん。その日にやったことを全部まとめて記録することができるからね。これを忘れてさよならしちゃうと、何もかも水の泡なんだもん。だからくれぐれも忘れないでちょうだいね。お家の説明はこれで終わりだけど、大丈夫だらもん。あ、どこでもセーブできるわけじゃないのか。心配だったらもう一回聞いとくだもん。大丈夫。ま、慣れてくればだんだん分かってくるだもん。それじゃあそろそろ大事なお金の話をさせてもらうだらもん。やっぱそこが一番大事ですか。お家の代金だけど、土地代、建物代、税金、手数料、その他もろもろ込み込みで、締めて 19,800 ベルになります。なんかめっちゃ安く感じる。そんなら無理。そんなに心配することはないだもん。無茶な取り立てはしないから、アイナさんのペースで返してくれればいいんだもん。まあ、確かに取り立てはされたことないよね。その辺は、いいやつなのか？けどそうね、返すわけがないんなら、僕のお店でちょっとバイトしてみない？え、バイト？できるの？お金を稼ぐコツもわかると思うし、これからの生活の知識も身につくだもん。え、やりますじゃあ。そうするだもん。じゃあ僕もいつまでも店を放っておけないし、早速お願いしようかな。そうね。まあでも無事にお家も決まったんだし、とりあえず村のみんなに挨拶してきたら？特に村長さんにはしっかり挨拶しとくだもん。村長さんなら役場にいるはずだから忘れないようにね。奥で寝てたけどあれは会話できるんすか？僕はその間にやってもらうお仕事を用意しておくから、終わったらお店に来てね。お店の場所は地図を見ればわかるから、忘れずに来るだろもん。まあ、さっき通ってきたからわかるわかる。ご近所さんはこんなか、なんか今笑い声聞こえんかった。気のせいか。気のせいか。そんな不気味なことはないか。何？まだ人の家の周りうろうろしちゃって。ほい、それじゃあ。てかあれないよね、こう。あ、なるほど。これで上が向けるのか。ほんほんほん。で、そのうちっていうか、ちょっと、早々と私は斧をゲットして、家の周りの木々を切り倒したいんだけれど。はい、リクエストは裸かと思ったよ、たぬきち。はい、ということって、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか、古いゲームなんやけど、今まで一回もね、見たこともなかったし、触ったこともなかったけん、めっちゃ新鮮なんやけど。そして普通に、綺麗じゃない？めっちゃ思ったんやけど。